はいどうもブラッドです。さあ今日のダブルヘッダー第2試合戦っています。第1試合残念すぎるね、敗北を喫しました。今日は勝ちたい、今回は勝ちたいところ。スタメンの前にロースタームーブがあります。ダフィーが IL からようやく帰ってきました。そして第1試合9番に入ってたホワイトフィールドですけれども DFA されてしまいました。はい、ではスタメンですけれども、ほぼベストメンバー、マーシュだけね、レフトウェイドが代わりに入っております。先発ピッチャーロレンゼン、お相手アスレティックスはアダム・オラーとなっています。では試合の結果見ていきましょう。今回の試合の結果はこちら。はい、これよこれ、エンゼルスナイスゲームで第2試合は取りました。第1試合ね、嫌な負け方しましたけれども、引きずることなく逆に鬱憤を晴らすような一発も飛び出しました。まずアスレティックス先制の場面、ロレンゼンの立ち上がりですね。初回いきなりね、ケンプとノイジーのヒットでノーアウト2・3塁。第1試合のね、嫌な流れを引きずっている、そんな中でしたけれども、その後見事にね、併殺取ってなんとか1失点に抑えることができました。十分でしょう。その直後エンゼルスの大逆襲ね、早い回に点が取れてよかったです。先頭レンドン出て、ウォルシュはファーストの横を抜ける痛烈な当たりのツーベース。その後レンヒーホはね、右の肘にデッドボール食らいます。めちゃくちゃ痛そうでした。ランナーには残るんですけれども、試合の途中で退いています。ノーアウト満塁でウォラックよく選びました。押し出しで1点。ただその後8番9番ね、倒れて、ここでね、1点止まりかというと流れいまいちかなというところで、神様ウォード、高めの球ちょっとね、バットの先っぽかと思ったんですけれども、そんなことはなかったですね。ぐん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 伸びていって余裕でホームラン。今季もすでにこれが2本目のグランドスラム。1本目ね、ガーディアンズ戦で打ちました。そしてこれが今季第8号のホームラン。ウォードはシーズンキャリアハイが去年の8本でしたので、もうすでに並びました。打席数は去年の半分以下となっております。もう覚醒したウォードだからね、当たり前ですね、今までとは違います。4回のロレンゼン、先頭ボール先行からのヒットでランナーを許すんですけれども、その後ローレアノは併殺。これ4回裏なんですけれども、もうすでに今日3つ目、この試合3つ目の併殺だから、苦しみながらもね、よく粘ったというか、助けられましたね、お相手に。そしてその後のマーフィーのね、三遊間の当たり、これはね、ベラスケスの超ファインプレー。逆シングルで取ってジャンピングスロー、肩で強いですね。見事に刺してロレンゼを助けました。笑顔も見れました、かっこいい。そしてその直後、3人の MVP 候補が牙を剥きます。ウォードはツーナッシングからカウントを整えてツーベース。もうね、ピッチャーからしたらたまったもんじゃありません。そしてトラウトはレフト線にタイムリーツーベース。最後の仕上げは大谷選手ね、皆さんお待ちかね、第100号、メジャー第100号がここで出ました。貴重な追加点、センター左に一直線突き刺さったホームランらしい当たりでしたね、素晴らしい。これをね、通過点としてもうね、300、400、500と伸ばしていってほしいですね。大谷選手、メジャー第100号、本当におめでとうございます。6回も追加点、ウェイドフォアボールの後、ベラスケスの当たりはセカンドケンプ取るんですけれども、2塁に悪送球、これでね、ワンアウト1・2塁。チャンスでトップに帰ってまたウォード、ここも自分に有利なカウントでもうね、当然のようにピッチャー返し、痛烈なライナー、センターへ抜けるヒット、タイムリーとなりました。7回はロレンゼン最後のイニング、尻上がりに調子を上げていって、6回と7回は三者凡退、綺麗に最後を締めくくることができました。ナイスピッチング。勝ちパターン使えない中ね、よくここまで投げました。それも良かった。その後8回はベアクロー、9回はマイヤーズが締めてゲームセット。最後は今日4つ目の併殺で締めました。第1試合もね、4つダブルプレーありましたけれども、1日で8個もダブルプレーを完成させるってね、なかなかないですよね。ピッチャーも野手もあっぱれ。いや、やはりウォードは頼りになりますね。今日5打席立って全部出塁、フォアボール2つ、そしてシングル、ツーベース、ホームランと見事な大活躍でした。
今メジャーでトップクラスにね成績いいウォードなので、これ当たり前かもしれないんですけれども、一番僕がね今見ていて打席が楽しいのはウォードです。僕フォアボール選べる選手好きなんですよね。ボール球に手を出して簡単にアウトにならない、ストライクゾーンに入ったら長打を打つ、もうねパーフェクト。トラウトよりも大谷選手よりもウォードにぞっこん。皆さんもねそういう選手いますでしょうか。エンゼルス以外でもいっぱいメジャーリーガーいい選手いますもんね。ぜひねコメントで好きな選手も教えてもらえると嬉しいです。そして大谷選手ようやく出ましたね、100号。レンヒーホの怪我が気になりますね。僕レンヒーホの併殺好きなんですよ。セカンド取って一塁にね投げるクイックスロー、めちゃくちゃ速いですよね。これぞメジャーリーガーという感じで、もうこれを見るためだけに二塁に置きたい。しかもそこまで打てないわけじゃないですから、右肘なんでもないようにお願いします、祈ります。 IL から復帰したダフィーにはヒットは出ておりません。ロレンゼンは序盤追い込んでからね非常に苦労してた、そんなピッチングだったんですけれども、終わってみたら7回99球、フォアボールは1つ、併殺が多くて相手に助けられましたけれども、とにかくね粘りのピッチング、ナイスピッチングでした。4勝目おめでとう。これでこのカード2勝1敗スイープとはなりませんでしたが、明日絶対に勝って勝ち越しはしてほしい。この男なら必ずやってくれるでしょう、サンドバル。お相手の先発はフランキー・モンタス、お相手の大エース。これはいい試合になりそうです。皆さんで応援しましょう。レッツゴーエンジェルス。はい、今回の動画は以上といたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、そしてコメントもどしどしお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。